私は深い谷に架かる橋だ。昔遠くから連れてこられた、多分偉いんだろう人に。そうして私の上を人が通るようになり、みんなは言った。こりゃあ便利なものだと。私が赤橋と呼ばれるゆえんは見ての通り体の色にあった。なんと例えればいいのか、リンゴともトマトとも言えない少し不気味な色をしていた。こんな色のせいなのか、周りは私のことをあんまりよろしく思っていないことはなんとなく分かっていた。もしもここに連れてこられなかったら、私は何になっていたんだろう。私が来てから町がにぎわいだした。ほとんど家もなかったのに、いつの間にかネズミのように増えている。この土地はしばしば嵐がやってくる。雨風で手足が滑るが、私にとっては大したことはなかった。ひどい嵐の後はコーヒー牛乳と一緒に牛や家が流れてきた。私の上をたくさんのものが通り過ぎていった。しかし橋は通るだけのものじゃないらしい。私は自殺の名所なのだ。お地蔵さんと目が合うとどうしようもなく申し訳ない気分になった。そして私の下にはいくつもの顔が浮かんでいた。いくつかは近くの定食屋にご飯を食べに行った。またいくつかは空へ登っていく。私はそれをずっと見守っていた。私は地震によって落ちた。
なんとなく注文をするのだが、私には顔がないので、それをずっと見つめるだけだ。私は街を見ている。人々は私を見ている。悲しそうに。雪が積もっている。隠すように。